ぬらりぬ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 なんか、あー、できた。できた。なにこれ、なにこれ。なに、なっちゃった。こちらはドローンコ大賞です。面白そうだね。二人で乗ってます。はい、はい。子供は本当に直感すごいと思うんで、それを感じるとなんか楽しそうとか、あ、なんかやってるっていうもので輪ができていくっていう意味では、やっぱりあれだけ自然環境の方がそれは発生しやすいのかな。転ぶこともあるよ。でもさ、よく立てたね、自分でね。偉かった偉かった偉かった。裸足になっても大自然を感じながらやるっていうのは、子供たちにとってもすごいいい時間だったし、いい刺激になったんじゃないかなって思うので、子供たちから年少さんに伝えていってほしいなっていうのは今日すごい感じました。ギザギザしてるから、ね、ここは。やったな、やったな、やったな。ありがとう。でも彼らとあの自然っていうその素材がこう合わさると、すごい面白い遊びが生まれてくると思うし。これは木に変身するのじゃ。じゃあみんなで木になろうぜ。どうこだ。いろんな遊び方があって、でそれが OK とされる空間だなというのを今日見てて。いいねこれ。なんかいいよって言ってあげられる幅が広がったかな。なんかそれが園全体に共有ができて、みんなで同じくらいこういいよって言ってあげられる幅が広がれば、中の過ごし方もちょっと変わってくるかなっていうふうに思いました。